ペトロポリス大聖堂内部、ペトロポリス大聖堂は、正式名称を、サンペドロデアルカンタラ大聖堂という、ブラジル、リオデジャネイロ州、ペトロポリスにあるカトリックの大聖堂。ペトロポリス市教座が置かれている。ペトロポリス市及び、ブラジル皇室の守護聖人である、アルカンタラのペトロへ建造されている。大聖堂内には、ブラジル皇室の皇室霊廟がある。前身は、 ペトロポリスの夏の離宮前にあったマドリスでペトロポリス教会である。1843年のペトロポリス都市開発計画により新たな建物の建設が計画された。皇帝ペドロ2世と王女イザベルが新教会建設に関心を寄せたことから1870年代に計画が本格化した。1871年に公式に建設が決定したものの、 その建築様式がなかなか決まらなかった。現在の建物は1884年に建築家フランシスコ・カミニョアが建て始めたもので当時流行していたネオゴシック様式である。1901年に共和制が成立した後も工事は停止しなかった。1925年に建物の前景が現れたがその後も工事は続いた。 ファサードは1930年代に、塔は1960年代に完成した。1920年、ブラジル皇室の入国禁止法が廃止された。1921年、すでに亡くなっていた、ペドロ2世と皇后、テレサの棺は、それまで安置されていた、リスボンのサンビセンテデフォーラ修道院から、リオデジャネイロのメトロポリターナ大聖堂へ移された。 1925年、ペドロ2世と皇后、テレサの棺が、ペトロポリス大聖堂へ移された。ついに1939年12月5日、大統領バルガスら政府関係者列席の下、皇帝夫妻の石棺の設置で大聖堂内に、皇室霊廟が置かれたことが宣言された。1971年には、王女イザベルとその夫ウーハク。 ガスタンの石棺が霊病に埋葬された。ありがとうございます。